こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。うつ病の薬のお話です。日本ではうつ病の治療に三環系抗うつ薬、四環系抗うつ薬、 SSRI、 MAO 阻害剤などを使われています。三環系抗うつ薬は化学構造式の中に3つの和があることからこの名前がついていて、古くからあるタイプの抗うつ薬で今でもよく用いられます。特徴はほとんどすべての人に効果が期待できる点ですが、副作用が一番出やすいというデメリットもあります。口が乾く、便秘、排尿障害、目のかすみ、人によっては心臓や肝臓に障害を起こしたりします。四環系抗うつ薬は副作用を減らす目的で開発されたものですが、効果の点でも副作用の点でも三環系抗うつ薬よりも軽くなっています。 SSRI はプロダックが有名です。三環系抗うつ薬が複数の神経伝達物質に作用するのに対し、 SSRI はセロトニンだけに作用するため、その他の物質に関連した副作用が起こらないのが特徴で、心臓にも負担がかかりません。しかしこれは長所であると同時に短所でもあり、副作用が限られている分作用も限られるのです。一般に軽度のうつの人には有効ですが、三環系抗うつ薬でなければ効かない場合もあります。さて、薬の効果が現れるのは服用開始からおよそ2週間経ってからで、副作用の方が早く現れ、抗うつ薬は一定の血液濃度を保って初めて効果が現れる薬なので、副作用を嫌って飲む量を減らしたり中断しては何の効果も期待できません。またうつ症状が改善されてからも再発を防ぐためには半年間は同じ量の薬を飲み続ける必要があるのです。では本日のお話はこれで終わります。